お知らせです。あゆなさんがトレーナーズスクールでのレッスンを終えました。え、こんなのなんか全校生徒に伝えられるの恥ずかしい。あ、あゆなはどっけしを見つけた。これは誰かの落とし物とかではないの？敷地内だけど普通に拾っちゃってよかったのかしら。あ、あそこにもなんかあるぞ。麻痺直しを見つけた。イエーイ。こっちからも出れたらいいのに出れないのか。楽をしようとするな楽をっていうことかな。はい、出まーす。この辺はなんか状態異常を治すものが手に入るということかな。なんかめっちゃ消えかかっとるよ。お、傷薬を見つけた。やったー、いろんなものが手に入る。これもトレーナー？俺がここに立つ理由、それは最強だからね。僕に相手して欲しければ他のみんなを倒すんだ。何それ？君が、あ、こいつがキャプテンかもしや。なんか知らんけど。こっち側にもおるってことかな、なんか。あ、落ちてるよ。傷薬。なんかめっちゃ拾いまくるけど。ん、こっちにはいないな。こっち側？あ、誰かいる。先生に言われて待っていたの。私のポケモンに勝ったらシンプルで大事なことを教えるよ。シンプルで大事なこと。なんやろ。スポーツ少女のヒロミが勝負を仕掛けてきた。かわいいな。お、つつけらやん。あー、コイル。コイルを呼んでくればよかった。くそう。ということは、ここでポケモン、どこからでも呼び出せればいいのね。じゃあ私もツツケラで行くよ。入れ替える。さあおいでツツケラ。ツツケラ勝負。うおお、ああいう感じなんや。岩砕き。バシッ。めっちゃ拳が。私もエコーボイス使ってやろう。あ、待って、なんか結構効いたぞ、今の。エコーボイス。エコーボイス返し。だだだだだだ。おー、いいね、いいね。効くね。お、コラッタがレベル10に上がった。コラッタがラッタに進化するのも楽しみなんよね。新しく噛みつくを覚えたい。んー、ってことは何を忘れさせよっか。尻尾を振るだね。この技を忘れさせる。1、2のポカン。コラッタは尻尾を振るの使い方をきれいに忘れた。そしてコラッタは新しく噛みつくを覚えた。イエーイ。まあゲームセットね。お、結構な金額もらったよ。技や道具を使ってポケモンの能力を上げれば、与えるダメージが増えたり、受けるダメージが減るからね。チャンピオンになるための基本よ。なるほど。チャンピオンっていうのはあれ？島めぐりチャンピオンのこと？頑張るわ、私。さあ、多分これであと全員倒したはずだよ。最強でありたい理由。それはかっこいいから。何その理由。ナルシストっぽいな。ホープトレーナーの純也が勝負を仕掛けてきた。てか確実にナルシストだろう。お、ベトベタ。マジか。うわ、なになになにこれ。え、ベトベタ。え、え、これもなんかあれか、アローラ地方のってこと。なんかものすごく気持ち悪いんだけど。とりあえず水鉄砲いけい。ほら、なんか違うよ。元から別にそんな可愛くないけどさ、元の方がいいな。なんか口の周りだけ黄色いっていうのも、よだれ感が増してる感じがするんだけど、なんか。やっつけてしまえ。お、あと一発でいけるね。うお、すげえ、なんかスローだな。ベトベタを相手に触れるだけでどこのダメージを与えられるのか。やばいな。はい、水鉄砲。
いけい。よし。急所に当たった。これでベトベターもさっぱりきれいに洗い流したね。ってことでちょっと毒にかかった剣お手入れしとこう。お、レディバがレベル10に。イエーイ。非常に悔しいのですが、あなたの方が強いのです。ありがとう、認めてくれたね。そして毒状態。はい。状態異常を治す。こんな薬で毒が治るとは思えんけど。どう、大丈夫？消えてる？え、消えてるの？ちゃんと。あ、ちょっとずつ小さくなりよるか。よし、オッケー。そして、多分、これかな？水色。え、違う？違った？なんか反応がよくわかんないんだけど。違ったのかもしれない。ああ、かっこよさが薄れる。代わりにプリティ路線を狙うか。いや、無理だから。まあ、いいか。強いお前を認めて、スペシャルなプレゼント。技マシーンをプレゼント。お、マジで？なになに？アリナは技マシーン1、奮い立てるを手に入れた。ほう。奮い立てる、攻撃力アップかな。説明その1。技マシーンを使うと一瞬でポケモンが技を覚える。ポケモンがその技を覚えられないと無理。残念。説明その2。技マシーンを何度使ってもなくならない。すごい、お得。あ、マジで？技マシーンって、前までなくなりよったよね。秘伝マシンならなくならんかったけど。あら、チャイムですね。ちょうどよく。呼び出しのお知らせです。アイナさん、2階に来てください。アイナさん、2階に来てください。何か呼び出されるほどのまずいことをなさったのですか？え？そうかも。いろんな教室に入りまくったし。そう、なんですか？そんなびっくりされても。決定！呼ばれた！学校に2階に行くろ！行ってきます。ちょっと怒られてくるかもしれない。授業中の教室に勝手に入って、みたいな。生徒たちから苦情の声がありますよ。アイナさん、私の教え子たちを。みんな倒すなんてすごい。だから、私もあなたと勝負したいの。どう？準備はいいかしら？そんな仕様で呼び出すのはやめてくれないかしら。まあいいけども。4人に勝った実力、先生が確かめます。先生は？何のポケモン？お、決めたね。キリ。先生のエリコが勝負を仕掛けてきた。みんな戦う前の、決めポーズがすごい。お、ホイルじゃないか。ということは？誰で行けばいいんだ？とりあえず、足まりではない。ポケモン、交代、どうしよう。コラッタかヤングースか。じゃあちょっとコラッタで行くわ。入れ替える。コラッタとヤングース以外全員電気に弱いやん。どんなメンバーやねん。ほらほら、早速電気ショック来たし。うわぁ。なんかほら、コラッタの色がさ、ちょっと、焼け焦げたみたいな感じじゃない？おいし。コラッタ噛みつけ、噛みつくんだ。よーし、あ、いいね、いいね。あと一発でいけるんじゃない？多分。あ、コラッタ体力が危ういよ。行ってくれ。あー、あと一回か。あ、やばい、これやられたかもしんない。ほら、コラッタ。コラッタが。よし、ヤングース行け。くそ、コラッタ経験値がもらえない。そこって感じやけど。おし。追い打ち。ヤングースの追い打ち。これこそ追い打ちやな。よし。なんかあと一匹も取ったよね。お、足まりがレベル12に上がった。やったね。お、ニャース。いや、このまんまでいいよ。うん。あ、アローラ、ほら、なんかちょっと怪しげな顔。でもなんか、可愛いよね。ニャース悪系じゃないかな、多分。え、ってことは、え、悪系やとしたら、ちょっとこっち、あ、やばい、効果抜群やろ、それ。あ、違う？あれ？ノーマルに効くんじゃなかったっけ？違うのか。その辺の、
タイプの関係がよく分かってないな、私。ノーマルに効くのは格闘か。ちょ、待って、入れ替えます。じゃあ、ちょっと早速、さっき進化したばっかりのバタフリーを、活躍させてあげようじゃないの。お、いいね、いいね。うお。じゃあ、風起こし。ビヨーっと。おお、マジか。2回連続か。おお、いいね、いいね。あ、だいぶ効いたんじゃない？もう1回風起こしでいけるね。耐えて。よし。相手のニュースは倒れた。イエーイ。お、ヤングースがレベル11に上がった。センセーショナル。ありがとう。むしろあなたが私の先生になって。冗談はさておき、先生に勝利した記念にこれをどうぞ。何？先生の爪ならもうもらったけど。お、あゆなはスーパーボール、あ、しかも5個。ありがとう。ありがとうございます。スーパーボールはモンスターボールよりもポケモンを捕まえやすいの。ふんふん。お、なんか誰？ポケモンを知り技を知る、トレーナーの基本だね。どうだい？誰よその謎の人物。はい、キャプテンのイリマです。あ、え、あのかっこいいのがどうちゃらこうちゃらってやつがキャプテンじゃないんや。君の戦いチェックしていましたよ。すっごくご機嫌でしたから思わず呼び出してもらったのです。関東地方からやってきたアユナだよ。あれは男の子？なかなか見込みがあってね、いい技の使い方をするんだ。なるほど、ウェルカムですよ。では僕の試練でも技の冴えを見せてください。ええ、キャプテンというのは島キングに挑むための試練を与えるものです。僕イリマの試練は茂みの洞窟で行います。ハウルシティは街中にも草むらがあります。試練の前に新しい仲間を増やしてはどうでしょう。君のチャレンジ心から待ってますよ。茂みの洞窟？そうそう、スクールの前を陣取っているケンタロスのこと伝えておきました。あの人のケンタロスはメレメレ島の名物だね。じゃあアイナさん、みんなでお見送りするわね。お見送りまで？お知らせです。アイナさんがトレーナーズスクールでのレッスンを終えました。え、こんなのなんか全校生徒に伝えられるの恥ずかしい。てかこんな数分で終わるトレーナーズスクールってどうよ。ポケモンと仲良くな。できれば異常状態ともうまく付き合うんだぜ。違う、状態異常よ。異常状態ってなんや。島巡り頑張ってね。行ってらっしゃい。みんなとの距離を縮めてね。アユナさん、学んだことを生かして素敵な島巡りをしてね。ファイト、未来のチャンピオン。なんかたった数十分ぐらいしかおらんかったのにすごい盛大に送り出してもらえるけど、みんなは何？何年かけても卒業できないの、もしや。技マシンを使いこなせ、ポケモンを強くするんだ。ガッツラだよ、アユナ。あ、ちょっとあの、アシマリさんと息ぴったりでしたね。リーリー、ちょっと回復をしていただきたいんだけど。あの、せっかくですから、ハウルシティを案内しますね。私についてきてください。はぁ、あ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。